や、こっちにも一応なんかたくさん落ちてるんだよな。ちょっと寄り道しようか。大丈夫？水場だぜ。はい、OK。ご神水、2つ目。ああ、ああ、しまった、しまった、しまった。ああ、こういうことすっから。いや、これ逃げれるか、逃げれるか。逃げよう、逃げよう。逃げよう。もう戦わずして勝利しよう。OK、OK、OK。逃げれるな。さあ、残影さん、え、こっち、残影さん、残影さん、ああ、いやー、戦うしかない。俺も剣を抜くぜ。またお前、いやー、後ろか、後ろか。なんだなんだ、もうたくさん囲まれてるよ。もうもう役者だよ、もう。あ、分かった分かった、もう行くぜ。はい、クリティカル。ちょっと勘弁して、もうちゃんと捉えて。はい、よっしゃ、倒しましたか。オッケー。で、こっちにもなんかいるっぽい。後ろ向いたらもうすぐいるとかやめて。あー、強そう、速い。あ、いや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 、勘弁してよ、もう。はい、はい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 、よし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 。はあ、マジ余計なことするもんじゃねえな。こっちですね。カンカン言ってる、カンカン言ってる、カンカン言ってんよ、カンカン言ってんよ。なんか光ってるよ、またメモ。ああ、もう何、また誰か飛んだでしょう。さあ、これまた、メモでしょうか、拾う。ん、出てきそうだよ。来るか、来るか、来いよ、もう。よーしよしよしよし、一回確認して。オッケー。衣装ぶっ飛んだな。ここがいい。ここなら一人で死ぬことができる。誰にも邪魔されず、急かされることもない。もう迷うことはない。ただ落ち着いて静かに死にたい。人生は悲しみ、苦しみ、憎しみだけだ。全部疲れた、もう十分だ。待てよ、待てよ。まだ諦めるには早いぜ。残影を追いましょう。俺たちはどこまで行ってないんでしょうか。いや、待て、いや、あ、いるじゃん。おお、姫野さん、あら、実物でしょう。実物でしょう。実物でしょう。姫野さん、姫野さん、はるかはこの山にいるんです。見たんですか。でもいるんです。早く探さないと。私が探します。一緒に帰りましょう。うん、おお、一緒に帰れるんすか。だいぶ遠いよな。仕方ねえ、冬日を連れて富士の森を出る。ちゃんとついてきてくださいよ。さあ、帰りましょう、帰りましょう。
一人で死ぬなんて。走っても大丈夫かな、走っても大丈夫かな、ついてきてますか。あ、走ってくる、よかった。なんかもう二人いるだけで全然安心できるんだが、マップ、こう元来た道が結構複雑なんすよね。いや、だいぶ複雑だろこれ。いや、オッケー、こっちも右に曲がれば。いや、これなんか水が怪しいな、ま、行ってみるか、行ってみるか。オッケー、さあ連れて帰るぜ、行こう、走れ、走ってついてこい。うわあ、やばい、一回離れて、一回離れて。ルイさん、ちょっとそこ動かないで、倒すから俺が。来いよ、来いよ、ちゃっちゃと来い、来いや。ルイさんを襲ってるのか、やめてくれよ、勘弁してくれ。はい、危ない。はい、よっしゃ、こらいい一撃をお見舞いしたんじゃないか。まだ来る、どうだ、フィルムを変えてみようか、もう一回いい一枚をくれてやるぜ。おい、よっしゃよっしゃ、倒しました、一人倒しましたか。さあ、一人倒すと周りにいた人もどうにか落ちるという仮説がことごとく消え去った。ちょっともう Wii U さん、 Wii U バットさんがもう、よっしゃ来いや、真正面。さあ倒しましたか、だいぶ手こずった。ちょっと一回マップを見直そう。ん、ここで合ってますね。で、こっちを抜けて、さらっとそこに出ましょう。よし。もう迷わない。行こうか。行こうか。さあ、走るぜ。ついてこいよ。なに、なんか言ってる。ちょっともう勘弁して。ああ、いたいた、もう。わかったわかった、歩くから一緒に歩こう。姫野さんが勝手に言ってるよ。あ、さっきの可愛い子ちゃん、可愛い子ちゃんたちが来るのか、来るのか、お前ら敵なのか、お前たちは敵なのか。バーバーが怒るぞ。一回ちょっと離れて距離を取って相手をしてやる。動くな。はい、チーズ、いい感じで、こっちも後ろ回ってんでしょ。あ、近い、飛びかかってくる。これするもんじゃないよ。二人まとめていい笑顔。あっと、コースアウト。ローディング、早いっすね。どこに消えた、もう変幻自在、悟空さんか。あらやだ、もう子供に人気なんだから俺。はい、後ろ姿なんか取ったってもう大したダメージにもなりませんよね。ここだ、ローディングさせて、視界が大丈夫、いけ、よっしゃ、これ大ダメージでしょう。あんたは走り回んな、本当にもう廊下走っちゃいけません。はい、ダメージ通らないな、ね、この人が変幻自在すぎるんだよ。縦横無尽か。来た、あ、もう残すはこの人一人か、この子一人か。お、倒せました、オッケー。もう感覚的にはボスラッシュ、ほんとさっきから。さあ、姫野さんがこの神社の中に入っていこうとしていた、危ない、引き止めることはできるぜ、姫野さん。はるかはここにいるんです。あ、マジ？開ける。姫野さんを連れて山を降りなければ。いや、まあ、そらそうっすよね。ちょっと一回戻ろうや。一回戻ろう。朝になってからでも遅かね。
お饅頭でも置いて帰ろうぜ。もうソロ墓地か。ソロ墓地ですね。ここの橋を通ることはできませんが、こう迂回してさあ帰りましょう。またここ水場がね結構出てきやすいんですよ、やつらが。はーい、もう気をつけて。なんか光ってますね。お、川辺で何かが光を反射している。これなんか重要なアイテムかな。拾う。ああ出てきそう。あ、大丈夫。これはひそかさんがいつも身につけていた。上流から流されてきたのだろうか。射撃と同じようにひそかの鈴、これ鈴虫、コオロギ玉、コオロギ玉、うん、強化装置火を手に入れた。相手の攻撃を回避できるタイミングが分かるようになった。やったぜ。姫野さんがいない。なんかね、口笛かなんかこう口ずさむなんかあれが聞こえてくるんだよ。あ、濡れてる濡れてる。どこ行った？こっちか。こっち？あ、走って行きましたね。いやー、ごめんなさい。どっち？こっちか。間違いない、こっちだ。走っていこう。こっちはいけない。じゃあこっち。はい、来たぜ。姫野さん、咲いていた、いつまでも忘れない。あー、きつい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 、来る来る来る、来ます来ます。ここもう霊になっちゃったの、姫野さん。あー、ガガガガガガ、早い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 よ、早いよ、あんたあんた早いから、デビルバッドゴーストだから。いやいや、もうしっかりしっかり捉えようや、もうしっかり捉えようや。はい、ここだ。もういいやつ使おうぜ、いいやつ、いいやつ使おう。あ、オッケーオッケーオッケー。ああ、いや、ダメ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 。もう、こ、ゲームパッド見てたら、こ、おろそかになっちゃう、おろそかになっちゃう。おろそかになっちゃうよ。近いよ。
うっと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 、いや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 、オッケー、さあ間近で取りますよ。結構ダメージは与えられたみたいですが、こっちのダメージも、ダメージというかヒットポイントも危ない。あ、これを開くと時間が止まるタイプのゲームなんですね。ほっとする、ほっとする。さあちょっと回復しておきましょう。回復しながら戦えばどうにかゲームオーバーになることはない。いやいや、もう早いから早いから、もうよし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 、回避できてますよ。はい、狙って狙って、おっと、まあ、こっちにいますね。はいはい、いや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 、その速さが不気味すぎて俺は。あ、はい、来るんでしょ、高速移動するんでしょ。あらららら、ら、捕らえて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 、まだシャッター押さない。ぐっ、回避回避できなかったか、できなかったか。いや、まだ諦めない。あ、しまった。おだ、大したダメージにもならないか。何か近くに行って攻撃される寸前をやはり狙うしかないか。来た、もう B で回避。ここだ、ここだ、いける。こら、ダメージを与えられたはず。しかしこっちのダメージも危ないか。いや、まだ大丈夫、落ち着いて対処しよう。はい、あ、もう来る来る、分かった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 よ、もうここだ。よしよしよし、だがちょっとこっちも危ない、こちらも危ない、 こちらも危ない。はい、いや、一回これ B で避ける、 B で避ける。はい、避けました。いや、避けてない、ごめんなさい、避けてなかった。はい、一回もうね、捨て身でね、こうがっしり掴まれて、もうがっしり掴まれまして、来いよ、もう来いよ、はい、来い来い来い、来る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 。でもこれも捨て身でこアタックアタック、ダメージを与えていきましょうか。回復アイテムはまだあるよ、こっちは。はいはい、惜しげもなく使っていこう。ちゃんと捉えて、ちゃんと捉えて、ここだ。よし、もう一丁もう一丁、赤くなってる赤くなってる赤くなってるが、いや、うーん、あー危ない、もう怖い怖い怖い、もう、はい、捕まった、捕まってもう大丈夫。いや、ん、な、な、なになになに、いやー、あ、離れても離れても、ここだ、赤いでしょう、クリティカルでしょう。点を捉えた、うん、全然食らわない。どう、お、お、倒せました。あ、もう無言でやってた。攻撃により倒れた怨霊に触ることで霊の記憶や思いを見取ることができます。見取れ見取れ、もう見取っ、見取ってやれ、もう。姫野さん、姫野さん、これでしょ、これでしょ、さあもう 見取っておあげ、見取っておあげ。あっ。
何？チュートリアル読み濡れ、マジでボスラッシュ。音量は読み濡れ状態になる攻撃をしてくることがあります。読み濡れ状態になると体力が減り続けます。やだ。アイテム清めの火を使うか、すべての音量を倒すことで元の状態に戻ります。もうマジかよ、やるのマジで。あんたさ、さっきの氷見野さんでさえかなり時間がかかったっていうのに。ああ、もう食らわない。ああ、ここだ。いいよ、いい感じ。しっかり食らわしていこう。オッケー、これはクリティカルでしょう。だいぶ慣れてきたというか、まあコツは掴んできたような気もするが、まあそんなこともないような気もする。まだだまだだまだだ、十分にダメージを与えれないこのままじゃ。まあ、しかし与えてみよう。はいはい、写真をたくさん撮っていきましてね、写真をたくさん撮っていきましてからね、ここだ。でこの真っ赤に光ってる、真っ赤に光ってる。さあ真っ赤に光ってます。真っ赤に光らなくなった、どういうこと。一枚一枚こうね、すかさず取っていくんですよ。で周りにね、なんか音量さん、音量さんこうプカプカ浮いてるんですね。これなんだろうね、これ。で右か左かこっちか、いますね。はい、チーズ。で音量さんもさっと取る、さっと取る。はいはい、どうも。音量さんと一緒に真正面だよ。そろそろ体力がやばいような気もしたが、あら全然じゃないですか。余裕だ余裕だ、いけるいけるいける。ここだ。はい、集まってんね。どうも。ここだ。あー、しまった。いや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 、もうちょっと待ってよ。ローディングしてないよ。ローディングしてないよ、こっちとは。あー、もう、わやくちゃわやくちゃ。ここだ、大ダメージ必須。大ダメージ必須。あら、俺か俺か。なに？よく。いやー、待って、待って、危ない。あ、危ない、危ない、危ない。危なかったぜ。危なかったぜ。さあ万葉岩も残り少ない。もう難しいよ。近くにいんな。はい、大ダメージ必須。お、今の巫女は氷見野さんを院世に引き込まれて、氷見野さんは、あ、氷見野さん、氷見野さんは院世に引き込まれて自分で首を。これ以上この山にいるのは危険だ。一度山を降りて家に戻ろう。マジ戻ろうぜ。じゃあ走るよ、じゃあ走るよ、分かった走るよ。ここら辺なんか水に濡れてる、水場、知らないよそんなこと。お
密かに人探しを依頼した少女日見野冬妃は自ら命を絶った。ユーリが見た彼女の死の間際の光景、そこには冬妃と同じ方法で命を絶つ女と雨に濡れた巫女の姿があった。ユーリは山で見つけた遮影機と密かが身につけていた、コオロギ、スズムシ、コオロギ玉、もうコオロギ玉でいいや、コオロギ玉を手に一人骨董屋に戻るしかなかった。お疲れ様。どうにか2の種族クリアすることができました。で、前回パート2で北条蓮さんの声をやっている鈴木達久さんのことを盛大に鈴木達夫さんと呼んでいるんですが、もうあれは完全に間違いです。申し訳ない。非常に申し訳ない。あ、メガネ落ちちゃった。本当に頭下げてるから。で、北条蓮さんの声をやっている鈴木達夫さん。違う。鈴木達久さん。これなんで読み間違えるかっていうと、日向崎美宇さんの声をやっている内田真彩さんっていうのが、こう、いまして、内田真彩さんっていうのがいまして、で、その真彩さんっていう、その真彩さんの漢字が、こう、真実の真にお礼をするの礼でマーヤさんなんですが、そのマーヤさんのことを僕ヨシヒサさんとかって呼んでるんで、こうちょっと読み間違うんですよね。読み間違っちゃいます。次からはちゃんと気をつけます。